社会帝国主義とは、礼人主義者による用語で、通常は社会主義を標榜するが、実際には帝国主義であるとの意味である。この用語は、帝国主義的な戦争とされる1914年の第一次世界大戦の開戦時、第二インターナショナルの指導者が、祖国防衛を理由にして、各自国の参戦のための予算に賛成した際に、 これに反対するウラジーミル・レーニンらが、特に戦争経済は、社会主義経済だとして肯定的なドイツ、社会民主党のパウル連首をはじめとする、戦争社会主義者を批判するために使用したもので、社会主義を自称する個人、政党、政権が、自国の勤労大衆の利益擁護を口実に、国際連帯をぶって拒否し、他民族、または国家に敵対する思想、行動を指す。なお、 同義語には、社会愛国主義や、社会排外主義がある。また1968年、ソビエト連邦等によるチェコスロバキアへの侵攻を、中国共産党が批判する際に、この用語を使用した。ソ連首脳は、社会帝国主義と、社会ファシズムに堕落したとし、その意味を、社会主義の旗を掲げた、帝国主義、日和美主義が成長して、帝国主義になったものと定義づけた。 この用語はその後の中祖対立でも使用されたため、毛沢東思想の用語ともされている。ありがとうございます。